大谷翔平4試合ぶり7号は先制ソロ、17連勤で疲れ知らずのムーンショット。敵地騒然、大谷翔平投手は4月30日敵地ブルワーズ戦に3番指名打者で先発出場した。3回の第2打席で先制の7号ソロを放った。きたー、すげえホームランだったぞ。月曜日打ちまくる男、ジャッジなら取られてた。大谷すげえなこいつ、マジで今のは化け物やろ。トラウト三振の後にいとも簡単に飛びすぎて草、ニッコニコやね、ビンクさん、また武田の時打ってて草、藤波マジサンキュー、殺度でも入ってた。中日はチームで4本しか打ってねえのに、2021の本塁打大争いしてた時って4月で8本やからな。今年は地味にかなり調子いいんやと思うで。なんか全然話題にならんけどな。今年40本あるか。大谷がすごい言われとる打撃練習って試合前のフリーバッティングやろ。それ20分と室内練を15分しかやっとらんやろ確か。まあ DH 戦だしこれぐらいやってくれなきゃな。